こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2018年12月20日、海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制レーダーを照射した事件がマスコミを大いに騒がせました。一般の国民の間にもいろいろな取り沙汰をする人が増え、結果として韓国に対する目が厳しくなった一因と考えられています。これに関しては、日本の排他的水域中で韓国の駆逐艦と救難艇を発見したため写真撮影をしていたら、駆逐艦からレーダー照射を受けたという日本側の主張と、北朝鮮の遭難船の救助作業中の駆逐艦に日本側が異常接近した、我々はレーダー照射はしていないという韓国側の主張とが大幅に食い違ったままです。この時韓国から照射を受けた航空機こそが最新鋭の P-1 哨戒機でした。 P-1 哨戒機は対潜水艦探知に優れており、いわば日本の新しい目とも呼ばれる機体です。この機体は2013年から海上自衛隊に配備が始まりました。 P-1 哨戒機はそれ以前のアメリカロッキード社製の P-3C 哨戒機の機とされ、純国産機として配備されました。P-1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業2社が担当し、川崎重工業は製造を担当しています。2019年時点で、すでに22機が配備されました。最終的には合計70機を配備する予定となっています。この哨戒機の調達価格は、初年度2008年度の予算では、4機で679億円、1機約170億円ということです。F-35 シリーズ戦闘機などは約120億円ですから、それと比べても、1機あたりの単価が高くなっていることは、一目瞭然ですね。だからこそと言うべきか、性能はぐんとアップしています。最大速度 996km、巡航速度 833km という数字は、F-35 シリーズの約 30% 増と言われますし、航続距離の約 8000km というのは約 20% 増ということですから、機体自身が高性能化したこと合わせて、配備数を減らすことも可能という推測もされています。とはいえ、これらのデータについては、当然ですが、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密ですから、一般に公開された情報はかなりの部分で、制限されたデータと考えるべきと思われます。改めての説明となりますが、哨戒機というのは自国領内へ近づく敵を早期に発見するために、上空から監視や警戒任務を行う航空機のことです。敵の潜水艦や艦船を対象として広範囲に及ぶ索敵を主な目的として行動する一方、海難事故などの捜索や救難、あるいは物資の輸送も可能な機能も備えた機体です。P-1 についてはそれだけではありません。この機体は特に潜水艦に対する高い探知機能が備わっているのです。海上自衛隊の通常動力型最新鋭潜水艦双竜型は敵に発見されにくいということで、世界的にも脅威とされているようですが、
B1 はこの双竜をも探知できると考えられているのです。この探知能力は通常動力型の潜水艦だけなく原子力潜水艦さえも捕捉可能と言われ、同盟国であるアメリカはもちろん、ロシア潜水艦の行動までも掴んでいると考えられているのです。こういう点を考えると、日本の海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを、潜水艦隊と共に証明した存在と言えるのではないでしょうか。誰でも一度は聞いたことがある矛盾という言葉は、中国の古典に由来します。それは、どんなものをも貫く、矛、矛と、どんなものの攻撃を防ぐ、盾、盾を売ろうとしていた商人に、一人の男が、では、お前の売っている矛で、その盾を突いたら、どうなるのか?と質問したところ、商人は回答できなかったのです。つまり、相反する武器は両立しないという理論なのでした。これを海上自衛隊に置き換えると、双竜潜水艦が矛であり、B1 哨戒機が盾ということになるのかもしれません。この二つの性能は同時に両立し得ないということでしょう。B1 哨戒機を盾に例えましたが、実際には、魚雷や空対艦ミサイルとの攻撃用兵器をこの機体に実装することも運用上では可能と考えられます。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や魚雷を設置し、主翼の下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを喧嘩吊り下げる、できる機構が備わっているからです。通常の任務以外、万一有事の際に、このような兵装が可能である、有用性を備えているということは、狭い国国土の割合に広い領海を抱える日本の海上自衛隊としては、無視できない部分でしょう。しかし、前述の韓国海軍駆逐艦との対峙において、B1 哨戒機が果たして有利だったのかと問われた場合、あくまでも否と言わざるを得ないのです。というのは、当該機体が武器対艦船用誘導弾を装備していなかったというだけではなく、仮定として実装していて、それを用いて応戦としても変わりはなかったと考えられます。理由は、近代的な駆逐艦には遠距離対応の艦対空ミサイルや中距離艦砲、近距離用の機関砲などの多くの防御用兵装が装備されているからです。万が一にも武力衝突という場面になったら、駆逐艦の方が絶対的に優勢です。B1 哨戒機には量産化された機体としては世界初の光ファイバーを使用して操縦信号を送る飛行制御システムが採用されていますが、機体に搭載された各種の電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現させるための機能ということです。この機体に搭載されるジェットエンジンは IHI 社が製作した F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装する方法となっています。静粛性や高いパワーが期待され、しかも燃費の良さも兼ね備えているそうです。航続距離は、なんと約 8000km とも言われていますが、それを実現させる原動力がこのエンジンなのです。従来の P3C 哨戒機は最大で約100機程度を配備していましたが、P1 の高性能さ、航続距離、連続稼働時間の延長が、
効率性向上につながり、今までより少ない機体数でも従来と同様の哨戒能力が確保できると考えられています。優れた P1 哨戒機、さすがに一度での全ての数を調達というのは予算的にも非常に厳しいのですが、現時点でも22機が配備されてしますし、少しずつにではありますが、70機ぐらいを目安として配備が進められているようです。P1 哨戒機は現在 P3C 哨戒機を配備している青森の八戸基地や鹿児島の鹿屋基地、沖縄の那覇基地、千葉の下総基地に順番で配備されていく予定となっているそうです。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本は最新鋭ステルス戦闘機を全部で147機導入予定だ。そのうち F-35B ステルス戦闘機を42機導入する予定。この F-35B ステルス戦闘機は、なんと短距離離陸、垂直着陸が可能なステルス戦闘機だ。
もう知っていると思うが、この F-35B、ストベル機を艦載可能にするために護衛艦出雲や、加賀の改修が決定している。その改修一番艦になる出雲が、ようやく改修スタートしたとの情報をキャッチした。詳しく見ていこう。2020年6月、日本の接続水域内を先行したまま通過した中国海軍所属と、おぼしき潜水艦の追尾、警戒にあたり、海上自衛隊の護衛艦、加賀も、対応に出ていたことが報道によって明らかにされた。高い対潜哨戒能力を有する護衛艦、加賀は、今回の対応でも主体的な役割を果たしたと想像に難くないが、同艦の同型艦にして、一番艦の護衛艦、出雲は、航空母艦化の改修工事に入った。護衛艦、出雲は、2018年12月に閣議決定された内容を受け、神奈川県の横浜にあるジャパンマリンユナイテッドの磯子工場において、一段階目の航空母艦化改修工事が始まったとものだ。一段階目と表記したのは、今回の改修工事が大きく2回に分けて、実施されることになると考えられるためであり、この後護衛艦、出雲は、アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験を挟むと考えられる。そして、2025年頃に、ようやく2段階目となる航空母艦化改修工事を経た後に、おそらく2027年頃に晴れて護衛艦、出雲は正式な航空母艦として、再配備されるスケジュールで進むものと見られている。ちなみに、護衛艦、加賀の改修工事は、これより2年遅れて、2022年頃の開始が見込まれているが、護衛艦、出雲と違い、一度で改修を実施するため、航空母艦としての完成は、逆にこちらが早いと考えられる。アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験は、これまでに就役している航空母艦、イギリスのクイーン・エリザベスやイタリアのカブールも実施しており、F-35B 戦闘機の運用を行う上での必須項目だ。日本においては、航空自衛隊所属となる F-35B 戦闘機の運用訓練も、護衛艦、出雲、加賀、の改修と同時並行で進められると見られるが、アメリカが岩国基地に配備する同機を用いた訓練も含まれよう。どちらにせよ、護衛艦、出雲、加賀の航空母艦としての戦力化は、今の予定では2028年頃が最短だと考えられており、完全な戦力化までは、さらに、ここから2年ほどを見込み、必要がありそうだ。航空自衛隊が調達する F-35B 戦闘機の数量は、現状で42機が予定されており、航空母艦化改修を終えた、出雲、加賀、には6機1組の、飛行小隊単位での運用が行われるものと考えられる。しかし、日本政府は、改修が完了し、航空母艦となった、出雲、加賀、に、対しても、常時 F-35B を艦載機とする運用は、
行わないと表明しており、今後、これがその言葉通りとなるのか否かも注目だろう。護衛艦いずも、加賀の航空母艦化改修が表明された後、カタパルトを装備しない同艦2隻では、固定翼の早期警戒機イニティや、空中空輸機の運用ができないとして、作戦能力の限界を指摘する声もある。これに関しては、例えばアメリカ海軍のような大型の原子力空母であれば、まさにその通りだろうが、護衛艦、いずも、加賀、が、モデルケースとする艦艇では、世界的にも、ごく一般的なことだとも言える。具体的な例としては、アメリカの最新鋭、アメリカ級強襲揚陸艦でも、固定翼、機の運用はできず、先のイギリスの、クイーン・エリザベスやイタリアのカブールでも同様である。イギリスのクイーン・エリザベスは哨戒用のヘリコプター運用を想定している模様だが、確かにこちらの調達にも苦慮しており、最大50機近くの艦載機を搭載可能な艦艇としては問題だろう。しかし、翻って、日本の護衛艦、いずも、加賀の艦載機数は、6機前後であり、アメリカ級強襲揚陸艦も、最大で約20機程度のため、F-35B 戦闘機に実装されるレーダーの相互リンクで代用すると見られる。この運用は、確かに、早期警戒機 E-2D に比べて、大幅に遠距離の索敵能力に劣ることは事実ではあろうが、あくまで F-35B 戦闘機を艦載機とした限定的、軽空母的な運用においては許容範囲内なのだろう。今回の護衛艦、いずもの第一段階の改修工事には約31億円が投入されるが、これは飛行甲板の耐熱加工や発着管時に必須の誘導灯などの設置に充てられ、大規模な改修は2回目になるとめされる。一方で艦載機となる F-35B 戦闘機については、2020年度予算で約793億円が計上され、ここに最初の6機の調達費用が含まれており、概算で1機あたりがおおよそ132億円だということが見て取れる。今後、F-35B 戦闘機は、総数で42機まで調達することが決定しているが、これらの配備先となる、例えばアメリカ軍で言えば岩国基地などの、地上の航空自衛隊基地がどこになるのかは未定のままだ。個人的に、早く約国が買収を決定した鹿児島県の馬毛島あたりに、新造される拠点に、これら42機の F-35B 戦闘機の機体の一部が、配備されることは間違いないのではないかと推察する。これは、馬毛島がアメリカ軍の空母艦載機の発着訓練場になることや、現在の日本が置かれた中国からの南西方面の脅威を考慮した場合、最も合理的な地理上からの配備場所になると思えるからだ。
F-35B ステルス戦闘機を韓国が導入を決定しています。しかし問題は、F-35B 戦闘機を艦載可能にする軽空母も建造するとの話です。では、詳しく見ていきますね。潜水艦も動かないし、一番は情報漏洩だな。世界の軽空母事情も詳しく見ていきます。中国海軍は、遼寧を就役させて以降、国産での航空母艦の建造を進め、ついには、カタパルトを装備した固定翼、機の運用が可能な、大型空母にも着手しており、増強が著しい。そんな中国海軍からの尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛策の、一環として、日本の海上自衛隊でもヘリコプター搭載型護衛艦、出雲、加賀、の航空母艦化を進めている最中だ。中国海軍の場合は、これまでアメリカにほぼ独占されてきた航空母艦を、中心とした空母打撃群を整備することで、南、東シナ海から、太平洋に向けた影響力の拡大を志向している。日本の場合は、こうした中国海軍の増強を鑑み、拠点となる陸上滑走路の少ない南西諸島の防衛に向けて、移動可能な飛行基地の一つとすることで、これに対抗しようとしている状態だ。航空母艦化を終えた、出雲、加賀、の艦載機となるのは、ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機である F-35 ライトニングに、B 型であり、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体である。ただし、出雲、加賀、が、航空母艦化の改修を終えた後でも、飛行甲板上を含めない、その最大搭載機数は10機前後と見られており、航空母艦としての攻撃力はあくまで限定的だろう。そうした状況下、2020年12月には、韓国海軍も航空母艦の取得に乗り出す姿勢を明確にしており、艦載機も日本と同じく、F-35 ライトニング2B 型を調達する方向だと見られている。日本では、出雲、加賀の2隻に対し、合計で42機の F-35 ライトニング2B 型の調達が予定されているが、韓国ではひとまず、同期 A 型の20機分の予算を流用し、これを B 型に置き換えるつもりらしい。この方向で、本当に、韓国が航空母艦と F-35 ライトニング2B 型を、手に入れるとすれば、アメリカ、イギリス、イタリア、日本に次いでの、同機を艦載機として運用する国になる可能性があると言える。ちなみに、日本の、出雲、加賀は基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長248メートル、全幅38メートルの、艦用だが、韓国が想定しているのは、もう少し大きい。まだまだ、計画段階とはいえ、韓国の航空母艦は、満載排水量が、4万トン級になると言われており、その容積に合わせて艦載機の、F-35 ライトニング2B 型も、20機の搭載を考えているようだ。今現在まで、過去も含めて航空母艦を保有したことのない韓国が、満載排水量とはいえ、4万トン級の航空母艦を保有しようというのは、
無謀にも思えるが、それでも小さくした方らしい。というのも検討した中には、なんと、満載排水量で7万トン級で、しかも、カタパルトを備えたアメリカ海軍と同様に F-35 ライトニング2C 型を、運用する案も含まれていたというから驚きだ。イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦が、基準排水量4万5千トン、満載排水量約6万8千トン、全長284メートル、全幅73メートルであることを考慮すれば、これより巨大な艦艇である。これだけの巨大な航空母艦を建造しようと、検討したことだけでもとても、現実的とは思えないが、艦載機を固定翼機としカタパルト射出を、どのように実現しようとしていたのかも不思議だ。現状で韓国海軍が運用中の艦艇では、徳島級揚げ揚陸艦が、基準排水量14,500トン、満載排水量19,200トン、全長185メートル、全幅32メートルの規模ではあるが、これに比べても、はるかかに大きい。韓国では、2020年12月末に、合同参謀本部が4万トン級航空母艦の建造計画を決めたと報じられているが、前述の徳島級揚陸艦の設計にも、ワイセマ社の協力を仰いでおり、海外からの支援は必須だろう。一説によれば、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦の設計を担った、同国のバブコック・インターナショナル社が、韓国の航空母艦建造への、参画を、企としていると揉めされている。すでに、韓国海軍では、それまでのドイツ製潜水艦のライセンス生産で培った。ノウハウをもとに土佐南ちゃん補給潜水艦の建造も進めているが、これにも同社は協力しており、関与する可能性は高そうだ。ただ、日本から見た韓国としてではなく、韓国のマスメディアや世論の中にも、領海の範囲の狭い自国が、わざわざ、建造コストも運用コストも膨大な、航空母艦を持つことへの慎重論も聞こえてくる。こうした慎重論に対して、北朝鮮のミサイル攻撃で陸上の飛行場を破壊される可能性があることを想定すれば、移動可能な航空基地としての航空母艦が必要との反論も見られる。2021年1月には、韓国の中央日報が CG で描かれた4万トン級航空母艦のイメージ画像を報道しており、それによれば2つのアイランド環境を持つアメリカの強襲揚陸艦にも似たデザインとなっている。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れた。護衛艦加賀、アド米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時だ。今となっては後出しになってしまうのだが、当時のチャンネルでも言っていたのだが、潜水艦が海底に入ると、行った3日後くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行南シナ海で、極秘任務についていた。なぜ今頃発表と考えてしまうが、実は黒潮は旧型の潜水艦その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表した。抑止効果としか言えない。でも、そう、旧型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうか。そんな気がしている。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは、当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは潜れるという人や、500メートルがいっぱいという話などある。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられている私は、800メートルと考えている。最新鋭の竜や東竜などリチウムイオン電池搭載艦。ともなると深く潜れるのではと考えるが、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと考える。そう、竜型潜水艦の次。最新鋭潜水艦では変わってくると考える通常動力型潜水艦でトップ。原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいるだろう。静粛性は実質トップと言える。それでは、リチウムイオンを搭載した雨竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこう。日本には潜水艦が数多くありますが、オウリュウの出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。オウリュウは2018年10月4日に進水式を終えたばかりなので、本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも海底の忍者です。ちなみに、オウリュウの建造費は660億円だったそうです。このオウリュウの出現とは、一体どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとってはかなり、目障りな驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者オウリュウなら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところは、潜む見えない敵これほど恐ろしいものは、ないでしょう。ここで、オウリュウに関する中国メディアが書いた記事を紹介します。気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、オウリュウ、そう、竜型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で初めてリチウムイオン電池が、搭載された軍用潜水艦という事実です。
中国の無料で利用できるニュースアプリである今日頭上波19日、暴流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでの双流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年、軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても、説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野明氏が、2019年のノーベル化学賞を受賞したことも、記憶に新しいところでしょう。リチウムイオン電池は、多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もありますから、どうして、こんなにいいものを中国では採用しないのかという疑問が、出てくるという指摘もありました。今日、頭上の記事は、中国で採用しない理由についてリチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しています。確かにリチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になりますから発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア開始新は10月24日、暴流については15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国中国よりも、
15年住んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘しているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがある。ということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが、発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っているのです。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして日本は発火などのリスクを承知でリチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まっていく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、オウリュウに対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されるところでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ。つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないでしょうか。今あるものを真似して同じようなものを作るだけでもっと高度なものへという発想がなければいつになっても追いつけないでしょうし追い越すこともできないと思われます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界ではコロナ対策が急務となり、米原子力空母が現状運用停止状態となり、潜水艦での感染も出てきている。潜水艦など密閉空間ではウイルスだけではなく、インフルエンザなど感染症にも気を使っている状況だ。潜水艦での生活空間は、ベッド1畳だけのプライベート空間があるだけ。それも寝転がる感じだ。何人もの海自隊員が生活している。潜水艦での広がりは、一気に拡大する。それにしても、
中国は人だけは大勢いるので、そんな状況下でも関係ないだろう。現在、米原子力空母が機能停止状態で、台湾海峡から仕掛けてきているのも事実だ。台湾をどう防衛できるのかも気がかりとなる。中国といえばあの初建造の強襲揚陸艦が火事となり、最悪のシナリオとなっている初の強襲揚陸艦デストベルキでも、運用するのだろうか？疑問だ。火事で思い出したが、豪州の潜水艦計画ももう白紙か。そこまでではないのだが、進んでいないことが分かった。では、豪州で建造するはずのアタック級潜水艦の話をしていこう。では、2019年7月、フランスでは、新型の潜水艦である、シュフラン級原子力潜水艦が、進水式を迎え、同艦をベースに、通常動力型に換装する予定の、オーストラリアのアタック級潜水艦にも、ようやく進展が見られそうだ。それでも、当初のスケジュールよりも、遅れが生じているこの、アタック級潜水艦計画は、合計で12隻の建造が予定されているとはいうものの、今や1隻5000億円を超える費用となっており、実現が危ぶまれている。ことに、2016年にオーストラリアがこのフランス湾を正式に決定するまでの、過程において、日本の武器輸出のハードルが下がった時期とも合致したため、初の武器輸出なるかと注目を浴びてた案件でもある。今でも一部に日本の逆転採用かと喧伝する報道もあるようだが、現実的にはもはやその可能性はほとんどないと言えそうで、武器輸出の経験値に勝る他国と日本とでは競争にならないのが実情だろう。海上自衛隊の主力兵器である潜水艦は、このオーストラリアへの提案にも上がった。そう、夕方がこのところ、毎年一隻ずつのペースで建造されており、次の型の3000トン級も、すでに寄港されている。そうした意味からも、無理に、オーストラリアに潜水艦を売買する必要性は、低かったとも思われ、果たして日本に決定していたら、今頃どうなっていたのかとむしろ、そちらの方を思うと、冷や汗者だったのではと感じる。そもそも、フランスは、押しも押されもせぬ武器輸出大国であり、NATO の主要な加盟国でありながらも、伝統的に独自の兵器生産を維持しており、エジプトをはじめ、インドなどにも多数の輸出実績を持つ。特に、アメリカと一線を引いた独自路線は相変わらずで、ラファールなどの戦闘機は、そうしたニーズに応えた形でアメリカからの輸入が困難だったり、高額だったりとされる国に導入されている。武器輸出という事象の人道的な観点からの否定ではなく、これをビジネスとして割り切って行うフランスと対峙して、潜水艦を売買するような立ち回りは、そもそも今の日本には、無理だったのだろうと思える。
ただ反面、このオーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも、明らかなことであるが、必要と思われる兵器が自国で生産できないのであれば、必然的に売ってくれる国から購入するしかなくなってしまう。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇は、まだ自国で建造しているものの、次期戦闘機開発計画は存在しているとはいえ、戦闘機の分野では、もはや自国製造は厳しいのではないかと感じられる。いや、すでに護衛艦の兵装などを含めると、そのほとんどを日本はアメリカに依存している状態であり、オーストラリアの現状を見て他人事だとやり過ごすことはできないのではないかと思える。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当にフランス湾をキャンセルするのかどうかは不明と言えるが、仮にキャンセルした場合の選択肢はドイツからの輸入しかないのではなかろうか。折しも2020年4月にはインドネシアが韓国からの潜水艦の調達計画を中止してトルコからの調達に切り替えるのではないかというニュースも伝えられている。興味深いのは、ここでトルコが用意する潜水艦も、もともと韓国と契約を交わしていた潜水艦も、大元は両者ともドイツの潜水艦にたどり着くという点ではないだろうか。トルコは韓国と異なり、燃料電池式の非対機依存型機関を搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められており、このライセンス生産分にインドネシアが傾いている様子だ。もしこれが現実となれば、インドネシアの行為が国際的な審議上から非難を受けることは間違いなさそうだが、相手国が韓国ということもあり、ある意味、日本などでは多めに見られる傾向が強いようだ。インドネシアはまるで小さなインドかのように、西側からも東側からも、各種の兵器を購入しているが、将来的にはこのままの路線で大丈夫かと少なからぬ危うさも感じてしまう。オーストラリアほどではないにせよ、新しい潜水艦を欲しがる国は、その調達に少なからずドイツの影が見え隠れしているようにも思えるのだが、身のところどうなのだろう。フランスとドイツは、かつての複数回の渡り、直接の戦争相手となった過去が、あるにもかかわらず、新型の戦闘機や戦車の開発においては、利害関係が一致し、共同開発プロジェクトを推進している。こうした中で、オーストラリアがフランスとの契約を取りやめてドイツに乗り換えることがあるとすれば、フランスとドイツの関係性に与える影響がどうなるのか、そちらも気になる部分だと言えそうだ。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当に通常動力型潜水艦として収益するのか、ちょっと
常識の範囲を超えている調達価格に、費用対効果も含めて改めて注目すべき時期ではないだろうか。